こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、密かに注目を集めているのが電子戦です。米国の駆逐艦が、その電子攻撃を受け航行不能になった話がありました。発表はなかったのですが、電子攻撃を受けた可能性があるとの見解。電子戦に次世代電子戦機が登場したとの話をキャッチしました。では、この電子戦機を詳しく話していきますね。アメリカ国内は、もとより、世界の市場においても、ミサイル関連で、第1位の規模を誇っているのがレイセオン社だが、同社は2020年4月、ユナイテッドテクノロジー社の航空宇宙部門と合併した。これにより、正式な社名は、レイセオンテクノロジー社となり、先の、ミサイル以外にも、電子戦システムや各種兵装を統括、制御する。電子機器システムを扱う近代戦に必須の軍事技術を提供している。そんなレイセオンテクノロジー社の製品の中でも新世代の航空機用電子戦システムとして次世代型の電子戦ポッドが開発されており、いよいよ実戦配備に向けた動きが加速してきている。まず、2019年9月にレイセオンテクノロジー社は、次世代型の電子戦ポッド中帯域電波妨害装置 NGJMB を搭載機となる EA-18GB グラウラーに装着した画像を公表し注目を集めた。この中帯域電波妨害装置 NGJMB は現行で使用されている1960年代に開発された AN/ALQ-99 電子戦ポッドを代替する目的で開発が進められていたもので、著しく機能を増強した電子戦ポッドだ。中帯域電波妨害装置 NGJMB は文字通りに中帯気電波に対応するものだが、同時に超帯域電波妨害装置 NGJLB 単帯域電波波帯妨害装置 NGJHB も開発が進められている。これら3つの帯域の次世代電波妨害装置の開発は次世代電子妨害装置NGJ と呼称されており、アメリカ国防総省とオーストラリア国防省との2カ国での共同開発となっている。その中で先行して、レイセオンテクノロジー社が手掛ける。中帯域、電波妨害装置、NGJMB が公表されたものだと言えるが、これには、AN/ALQ-249 という、形式番号が付与されることになった。中帯域電波妨害装置 NGJMB/AN/ALQ-249 波高容量で、高出力な航空機搭載型の電子戦システムであり、現行の同任務に使用される機体の EA-18GB グラウラーに搭載する準備が進められている。中帯域電波妨害装置 NGJMB/AN/ALQ-24 の構成は2つを、ついにしたシップセットタイプで、アクティブ操作方式のフェーズドアレイアンテナで敵の地対空ミサイルや電波通信を妨害する。これによって友軍の航空機をそれらの敵の攻撃から守り、その生存率を
高めることを目的として、今後の空中戦における敵の脅威を低下させる電子戦ポッドとなることが期待されている。この中帯域電波妨害装置 NGJMB-AN-ALQ-24 は、2018年7月にはすでにアメリカ海軍に対して性能評価用に納入が行われており、これまでも各種の検証が行われていた模様だ。その後の2020年3月にはメリーランド州のパタクセントリバー海軍航空基地内において外部の電磁波を完全に遮断できる施設で検証を実施し、3ヶ月間で延べ400時間以上に及ぶテストを経た。そして8月7日、ついに電子戦機 EA-18GB グラウラーに中帯域電波妨害装置 NGJMB-AN-ALQ-24 を実装しての初飛行が行われ、飛行の安定性や空力特性などの基本段階の動作の検証に入った。ここで EA-18GB グラウラーによる飛行を担当した搭乗者によれば、従来の EA-18GB グラウラー同様に飛行が可能だったとされ、懸念された。初期段階での飛行バランスへの影響はなかったようだ。この結果に、アメリカ海軍の統括部署でも計画は順調だと解釈しており、今後も引き続き2021年とも言われている実戦配備に向けて各種の性能試験が続けられていくとみられている。さて、電子戦機 EA-18GB グラウラーであるが、アメリカ海軍の原子力航空母艦の主力戦闘機である F-A18F 複座型戦闘機を電子戦用に改修した機体であり、2009年から運用が開始されている。日本もこの電子戦機EA-18GB グラウラーの導入を検討しているため、今後も報道などで露出する機会は多くなると予想される航空機の一つになってくるだろう。電子戦機 EA-18GB グラウラーの製造元であるアメリカのボーイング社では2020年4月に同機の人工知能による無人自立飛行を成功させたことも伝えられており、こちらの動きにも注目が集まった。EA-18GB グラウラーは、友軍機と随伴飛行を行い、そこで敵の攻撃を妨害する電子戦を実施する形式であるため、別名エスコートジャマーとも称される機体だ。EA-18GB グラウラーは、前述の通り F-A18F 複座型戦闘機をベースとしていることもあり、運動性能や AIM-120 空対空ミサイルなどの物理並走も可能な点が特徴とも言える。まだまだ EA-18GB グラウラーの無人化は始まったばかりであり、実戦投入が可能になるのか否かも含めて未知数ではあるが、他の専用の無人航空機と同様に今後を占う兵器と言えそうだ。